皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之でございます。どうもこんにちは。あ、今こんばんはか。こんばんは。まず最初にですね、こちら成沢博之の星空撮影塾決定版発売しました。10月18日に発売しておりまして、今もう注文して手に入れることができます。で、今回の本はですね、3年前に発売した星空撮影塾のアップグレード版になります。その前作がですね、もう完売しちゃったんですね。で、まあ機材も古くなってたりとか、いろいろと撮影方法もこの3年間で変わっているので、そういった部分を更新して、今回ご要望にお応えして、ちょっと難しい内容も盛り込みました。ただ、初心者の方が楽しめない内容ではないので、初心者の方から中級者、上級者の方まで幅広く読んでいただけるととても嬉しいです。こちら読んでください。で、これの動画はですね、また後日解説動画をちゃんと作ろうと思いますので、今日はライブ配信ダイジェスト第2弾です。私のライブ配信毎週やってるんですけども、2時間3時間だいたいやるんですね。なかなか、結構ね、面白い話があったとしてもついていけないというか、なかなか見切れない、長いからねっていう忙しい方のために今回のダイジェスト版作っております。それでは行ってみましょう。ニコンの高感度ノイズ軽減機能で高いとか標準とか低いとかありますけど、あれはちゃんと意味があるのですかね。あんまり変わる感じがしないのですが、細かい星が消えてると思う。こう、高感度ノイズ軽減を高いとかにすると、要はノイズをこう消しゴムで擦ったようなノイズリダクションをかけるんですよ。つまりはシャープじゃなくなるんですよね。だから星取る人は基本的に切るんですよ。ノイズ低減は後でソフトウェアでかける、画像処理の時にかけるので、撮影時に星がシャープに取れてないとどうにもならないから、とりあえず元々のデータを一番そのいい状態、シャープに撮るために余計なものは全部外してプレーンな写真を撮っておくんですよね。だからそういう意味では高感度ノイズ低減機能は必要ないんですよ、実は。ただ昼間の写真で、例えば手持ちでちょっと暗い中で感度6400で撮りましたら、パシャーっつって、でちょっとね、露出アンダーのところがザラついてますってやつは、高感度ノイズ低減をオンにしとけば、そういうところはちょっと滑らかになったりとかっていうのはありますよね。暗い撮影地で月明かりがなく画像処理で持ち上げにくいくらい前景が暗い時、照明などで人為的に照らしたりしますか？前景を照らす月明かり、月齢どの程度が良いですかと。いい質問ですね、これね。これちょうど今日書いた本で、今執筆してる本があるんですよ。それの、星空撮影塾2なんですけど、執筆今日その話題した。方法が3つあるのかな。まずその後でハイライトを、空の部分をの明るさを下げるっていうことで最初から明るめに撮るっていうのがありますよね。だからヒストグラムがもう見た時に左側にべったりくっついてると、そこってもう色情報がない、階調が残ってない状態なので、後でこう明るく持ち上げてもダメなわけですよ。だからそこが左、ヒストグラムの左側からこうちょっとでも離れるぐらい露出をすると、大体そうするとヒストグラムの山が、ど真ん中ぐらいに来るんですけど、それで撮っておけば後でこう補正しやすいよっていうのがありますが、それやると、これやるとその下手したら露出時間がめちゃめちゃ長くなっちゃうので、星が背になって映っちゃうっていう危険性があります。ただまあ方法としてはこれが一つで、月明かりですけども、月明かりはどのぐらいのやつを選んだらいいかっていうのはですね、その撮影場所の光害具合によります。例えばおっ、スパチャの音がしたよ。あ、大須賀さん、ナイスパです。ありがとうございます。ありがとうございます。例えばですね、
例えば、まあ、桜の木があるとしましょう。桜の木があって周りには街灯が何もない、うん、何もない。でも桜の木の後ろ、あ、そこでやめとこう。でもまずパターン1、星空があって桜の木がありますと。で周りに街灯何もありません。で光害も少なめの結構真っ暗地です。で普通に映すとシルエットになりますっていう状況だと、三日月ぐらいの細い月でいいです。三日月ぐらい細い月でいいです。細すぎなくてもいいですよ。まあ三日月ぐらいっていうか、こうなんですかね、なんていうのあれ、カチューシャじゃないや、なんか三日月っぽい月だったら OK ですですね。で例えばそこで、これがパターン1ですね。でパターン2は桜の木がありますと。周りには街灯がありません。ただ光害がありますと、桜の木の後ろにちょっとふわっと光害があります、っていう風になった場合は、もうちょっと太い月の方がいいですね。半月ぐらいの月を背負ってこっちを撮るって感じです。そうする、要はその月明かりがあっても月明かりが光害に負けたら手前が照らされないんですよ。だから光害具合で月の太さをコントロールじゃない、月の太さを選んで撮影に行くっていうのが大事なんですけど、まあ、この辺はね結構経験もあるし、その光害があったその場所の光害具合にもよるので、これだったらこのぐらいっていう風に言えないですけど、言うとしたら今の2パターンです。半月か三日月かっていう感じですよね。光害が一切ないようなとこだったら三日月で OK、 光害があるようなとこだと、半月ぐらいあった方がいいですよと。ただ半月ぐらいの月だと多少星写る量は減りますけど、まあでも手前の、それよりも手前の風景がちゃんと写って風景写真として成立することの方が大事だと思います。そこは星の写りにこだわることを一瞬忘れた方がいいと思います。比較明合成について教えてください。お、都市成形写真を撮る中で少しでも星を明るくしたいのですが、あー、なるほど。その場合露出は明るい箇所と星の2箇所で撮って合わせるやり方がベストなんでしょうか。ハーフ ND とかを使用するのでは厳しいのでしょうか。フィルターをかますと明るさが出ないですね。そうですね、今おっしゃってるのは多分あれですよね。星に対して露出したやつをバーッと100枚ぐらい撮ります。それ以外に下の風景が明るくなってるやつを1枚撮ります。それを比較明合成するのがいいのか、ハーフ ND でやるのがいいのかっていうことですよね。そうですね、どっちでもいけますよ。ハーフ ND で使用してもいいですけど、でもハーフ ND 使うとちょっとリスクの方が多いかな。曇るとか、あとうまくいかなかったら境界線出たりするし、まあそれは後で直そうと思えば直せるんですけど、ライトルームでは結構厳しくてフォトショップ使うような感じになりますけどね、とかあるんで、一番楽なのは別々の露出のやつを、まあもう HDR 合成ですよね、やっちゃうっていうのが、その上と下で分けて撮ったやつを比較明すればいいと思います。で星を明るく写すっていうことに関しては星に露出を合わせてやるっていうのがいいですけど、ただね、比較明合成ってね、星を明るく撮ると星がうるさくないですか。まあ構図によるんですよね。私ね、比較明合成はね、星は控えめに映ってて欲しい人なんですよね。だからその辺ちょっと参考にならないかもしれない。また写真見せましょうか。さっきあったからさ。これね。いきますよ。これね。ピッピッ。はい。これはね、下は3枚ぐらいです。で、
上はもう200枚300枚とかもう合成、あそんなにしないか、200枚ぐらいだと思う、200枚ぐらい合成して、で下を3枚掛け合わせたやつと上を200枚掛け合わせたやつを、2枚作って、でこの下3枚4枚取ったやつから上にそのグラデーションマスクで上の方は消えるようにして1枚にしてるっていう感じなんですけど、この上の写真、上の星の部分はね、露出アンダー気味にしてます。まあ自分はね、あんまりね、星映りすぎると結構まあ嫌な感じというか、ちょっとプライベートが丸出しだわ。これだな。昔撮った写真とかね、ほんとそういう感じだったんですけど。ディーン。よいしょ。まあ、これは、まあ、これはこれでいいですけどね。あ、ちょっと、言うことも聞かない。まあこれは月明かりの中だったからまだいいんですけど、こういう手前の風景がしっかりと明るく映ってる状態であれば、こういう星がたくさん映ってるのもいいんですけど、やっぱその暗いところに行けば行くほど星って明るく撮れるから、線にするとちょっとうざめになるんですよね。だからさっきみたいなその都市整形で撮るんであれば、これもギリギリ都市整形ですよね、これね。これどこだっけ、千葉だっけな、龍門の滝ってところですね。龍のドラゴンズゲートですよ。龍門の滝ってところですけど、すぐ後ろにね、駅があってめっちゃ明るいんですよ、これ。光漏れてますけど。まあ、こういう、で、ちょっと月があるんですよね。まあ、そういう時に撮りに行ったんですけど、そういう手前が明るい環境でこそ、なんか自分の好きな都市整形というか、その星がそこそこ写ってるっていう、あのほどほどに写ってるっていう写真が撮れるんですけど、さっきみたいなあの、おこれだね、これもそうですね。これはちょっとなんか星もうちょっと入れてもよかったかなって、今あと今見ると後悔しますけど、この綺麗な、このなんか他のところが邪魔されない程度のその星の軌跡っていうかね、まあ、その辺の加減はそんなに明るくな撮んなくてもいいのかなっていう感じの人なんですよ。そう、説明が長い、だからあの参考にならないかもっていうお話でした。そこまで行くのにめっちゃ、時間かかっちゃいましたけど、まあとりあえずもしその上と下でやりたいんであれば、別々の明るさで撮っちゃった方が楽っすよっていう話ですね。もしそれをタイムラプスにするとしても、一番最初の画像が風景が明るければ、そっから先暗くてもずっと明るいから、比較明合成だからね。うん。だから1枚あればタイムラプスでも写真でも何とでもなるっていう感じですよね。α7S3 とFE14F1.8GM でペルセウス座流星の動画を撮ってみたいと考えています。動画初心者の私に α7S3 の設定などのアドバイスをお願いできないでしょうか。おお、ですね。星空の動画が撮れる設定、最低の設定が、私ね、フレームレート落としたくないんですよ。写真家の人って結構ね、フレーム、シャッタースピード落とすじゃないですか。その、例えばフレームレート、24フレームだとしたら、まあ、シャッタースピードが24分の1よりも遅いシャッタースピードにしちゃダメなんですよ、動画って。基本的には、その、カクカクしちゃう。滑らかにならないんですよ。なんですけど、その、どうしてもね、その、感度っていうか、その、明るさ、適正露出が得られないっていう問題で、まあ、15分の1ぐらいまでは許してもいいのかなって思うんですけど、4分の1とかさ、ね、2分の1とか3までいくと、ほんとカクカクしちゃって、これ動画じゃなくてタイムラプスじゃないかなって思うぐらいもなっちゃうんですよね。で、まあそれでも撮れればいいっていう人はもちろんいらっしゃるので、私は全然否定しないんですけど、私はね、あんまりそれやりたくないんで、基本フレームレートは24フレームをキープしたいんですよ。
だからシャッタースピードは24分の1以下にはしません。で、感度なんですけど、10万2400か。10万2400で F1.4 っていうのがギリギリのラインです。星空の天の川の動画を撮るギリギリのラインだと思ってます。だから、この設定ができるカメラって多分3種類現行品ではあって、α7S3、お持ちの α7S3、GH5S、デュアル ISO っていうのがあるんですよね。あとね、シグマですね。シグマの FP。が、102,400 出せるんですよ。で、ノイズもそんなにない。で、F1.4 のレンズつければ撮れるっていう感じなんですけどね。でね、レンズなんですけど、まあ、14の F1.8 でももちろんいいんですけど、おすすめはね、実はね、あんまり広角じゃない方がおすすめなんだ。ね、流星群といっても、まあ、撮ったことある方はわかると思うんですけど、大きいの来ればいいですけど、そんな来ないじゃないですか。そんな来ないじゃないですかっていうか、目で見て、おお流れたってなっても、写真で見たらそんなにちゃんと写ってないってあるあるでしょ？やっぱそれはね、広角すぎるっていう問題があるんですよ。その焦点距離がワイドすぎると、映る流星がちっちゃくなるから、目で見ているのって50ミリだからね、私たちの目ってこれ。50ミリで、おおって思うやつは、やっぱ14ミリ撮ったら、ですよ。だからそういう意味では、もうちょっとね、長い焦点距離の方がいいです。ね、24ミリとかね、いいよ。で、それこそ50、100って、その焦点距離が、まあ、50ミリとか100ミリとかなっていくと、ちっちゃい流れ星でも結構強く見えるから。そう、ワイドだから強いのじゃないとちゃんと映んないけど、焦点距離を伸ばすとめちゃめちゃ弱い流星でも結構色ついて映るからね。そうなんですよ。で、まあ、感度も上げるのも適正露出的には大事なんですけども、やっぱ F 値を小さく、その F 値を明るくして、単純にその光の量を、取り込む光の量を増やすっていうのはやっぱりね、大事なことなので、F1.4 推奨なんですね。だから、まあ、14の 1.8 でも取れないわけではないですが、映る流星がね、ちょっと、少ない目なんですよ。で、動画って、5分も10分も15分も回すのって嫌じゃないですか。だから短時間でたくさん流星を捉えるためには、多少焦点距離を伸ばして小さい流星でも大きく映すっていう撮れ高を確保した方がいいので、おすすめはちょっと24ミリとかさ、35ミリとか351.4 とか241.4とか、その辺のレンズを使うといいんじゃないかなと思います。で、その星空だけを撮るんであれば、さらにズームして50ミリの 1.4、100ミリの 1.4 ぐらいまで行っていいと思います。もしジンバルに乗せて歩いて撮りたいなって思うんだったら、24の 1.4 とかね、その辺がおすすめかなって思いますね。うん。またなんか質問あればどうぞ。あ、あとね、その、ピクチャープロファイルとかは、まあ、好みでいいと思うんですけど、カラーグレーディングやるんだったら、何だったっけ ?PP8 かな ?PP10 かな ?HLG で撮ってた気がするけど、自分は。まあ、その辺は、カラーグレーディングとかするんだったら、ちょっと、ログにして、やった方がいいですかね。どうしてもね、その、多少、赤めのノイズっていうか、夏だしね、センサーの熱ノイズってちょっと出るんですよ。その熱ノイズ撮るときって、カラーグレーディングで直すのが良くて、やっぱり、写真、やってて動画が不慣れな人はそこでノイズ出ちゃうと、 α7S2 とかそうだったんですよね。すんごいこっち側に、ね、赤いアンプノイズ出るんですけど、それカラーグレーディング撮れるんですよ。でも写真やってる人って、そのあんまりその時ね、動画編集とかダヴィンチリゾルブでカラーグレーディングするなんて人はあんまりいなかったから、それがカラーグレーディングで撮れるっていうのも知らなかった人が多かったんですけど、今はねやっぱ動画やってる人増えたから、まあ、そういう方法もしやってたらそういうので、ノイズ、カラーグレーディングでノイズ、赤いアンプノイズは取れますよっていうのはちょっとお伝えしておきますね。まあ PP1 で全然取っていいと思いますよ。ピクチャープロファイル PP1 で、まあ自分は24分の1シャッタースピード。落としてもね15分の1かな。うん。で、感度が102,400以上。できれば、
205,600いきたいですね。でもね、F1.4 のレンズ使えれば、205,600までいかなくていいかな。ん ?10万2,800 だっけ ?102,800 か。うん、ですかね。うんうん。まあ、どうでもいいか。そう、そういう設定になります。はい。128,000とかでもいいと思いますしね。はい。そんな感じの設定になります。ぜひ、試してみてください。あとは、なんだっけ。大容量のメモリーカードをね、使うという感じですね。はい、これで以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。私のライブ配信ですね、毎週やってます。まあ、こんな感じで、いただいたコメントに関しては私基本的には全部返信をしています。なかなか初めて参加した方だとコメントしづらいよっていうお話もあるんですけども、いただいた質問に関しては、まあ、どんな内容であれ私4倍5倍ぐらいにしてですね返してますんで、なんか私とのこうなんか筆談というかチャットをですね楽しんでいただければなと思いますね。いただいたご質問は今後の動画のネタになったりとか、あと私が執筆している天文ガイドさんの星空撮影クイックガイド、これのネタになったりとかしますんで、どしどしご質問いただけると私の創作活動に非常に助かるので、お待ちしております。はい、それでは今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。どうもー。